こんにちは、Pです。ドラゴンクエスト10オフラインです。今回はね、ウォーグで、さすらいのコートを作ってみたいと思います。これね、黄金の飾り、兜、あと鎧と下っていう3つが必要なんですよ。だからかなりちょっとレアなんですけど、はい。一応ね、一通り、職をね、どこに見れるのかな？見れるかな？あ、一通りね、レベル、みんな50以上に上げました。で、上級職をこれからまた上げようと思ってたんだけど、旅芸人と、レンジャーはまだ無法があったんですよ。旅芸人とね、スパだったかな？またドールしかないんですよ。で、これを困ったなと思って、一応またいろいろ調べてみました。そしたら、さすらいのコート。あと、羊の衣かな？も、あったんですけど、同じ、黄金の鎧でね、作れるのがあったんだけど、どうもね、さすらいコートの方が攻撃魔力がつくんですよ。基礎効果にね。だから、こっちの方がちょっと、汎用も上かなと思って。でね、まずレシピのあるところに行きたいと思います。結構ね、遠いところにある、ケラコーナーの C2 です。だから本当に上の方ですね。このね、マウスがかすみ、見えないな。今、左下にいると思うんですけど、このね、上、本当に上だよね。かなりね、あと敵もかなり、強いのがピキンピキンしてくるかも。私今50ぐらいなんですけどね。ピキンされちゃうかな。ああ、危ない、危ない、危ない。偶然避けれたね。この辺も結構いるね。わあ、当たっちゃった。もうね、レシピはね、取ってきてあるんですよね。とりあえず、場所だけね。はい。一応画像でもね、取ってあるんですけど、どうしよっかなと思って、やっぱり行った方が、わかりやすいかなと思ってね、画像だけよりはね、こっちじゃなかったですね。かなり大変です、これ。かなり邪魔です、この敵の数がある。いっぱいなんだもん、ほら。ね。これはね、大変なところにあるんですね。はい。また地図を出しながらで余計ね、これ大変なの。これかな？あ、そうだね。はい、ここを、足ね、渡って、ほら、そこにも箱が開いてますけど、ここです。ここね、これ、ここにありました。C2 ね。本当に上の方だよね。で、ここに黒箱があって、ここにレシピがありました。はい。でね、ちょっと待ってください。じゃあ、いつものね、ところに戻ろうかな。で、素材がね、幻獣の皮が1部位に1個ずつ。あと、虹のオーブが1個ずつだよね。あと、兜、黄金の兜、鎧、下ね。が1個ずつもちろん必要と、かな。そうだね。なんで、だから、依頼書で言うとね、オーブが 2個取れるのが2回と、幻獣の皮が2個取れるのが2回。4回だよね。で、あと、上、下、カブトだから、何回ね、依頼書を、取りました。はい。でね、ちょっと待ってね。これね、どこにあったかな？レシピ。ですね。ちょっとじゃあ作りましょう。まずね。難しいのかな？素材はね、あとは、どれほどだっけ？あとは変えたやつなのかな？さすらいの帽子ね、これね。はい。だから、旅、装備可能職業ね。旅と魔戦、レンジャー、スパ踊り。で、あれ羊もあれかな？魔戦できるのかな？
ちょっと待ってください。まあ、センターが、そうじゃないと。まあ、出場できないんだね。出場は魔線がないんだ。ちょっと、じゃあ旅芸人で検索すればいいのかな？うん、あ、そうだね。のね、殺害のコートが、今、これですけど、旅芸人、魔法戦士で、デンジャー、スパ、ドリコなんですよ。それに対して羊の衣は攻撃魔力と回復魔力、ほとんどまあ、少しはつくんですよ。ほとんどつきません。で、魔戦がまずないのと、あ、でもこっちは踊り子があるんだね。羊の衣はね。はいはい。なるほど。だから、羊の衣は、まあ、遊び人があるけど、養殖です。旅、レンジャー、遊び、踊り。に対して、さすらいのコードは、旅、魔法戦士、レンジャー、スパ、踊り子。です。で、あのね、羊の衣はね、攻撃、回復魔力が、頭で7、上で13、下で、はついてないのかな？はい。ただ、開始時、5% で浸透とかね、そういうちょっと変わったのがついてる。あと、殺害のコートは、攻撃魔力が頭で16、回復魔力が頭に13、で、上が攻撃30、回復27、で、下が攻撃7っていう、ちょっとね、魔力型なんですよ。で、こっちはね、戦闘終了時に MP が1回復が上についてます。はい。やっぱり魔法戦士とかね、向いてる感じだね。はい。では作ります。下がどうなのかな？下怖いね。何箇所なんだろう。うわ、こういうのがあるから怖いよね。神経か。うわ、怖いね。ああ。やばい、それするしさ。え、くれないと。いいんじゃないの？ああ。これ手加減かな？あ、超えちゃった。やばいかな？あ、よかった。ちょっと危なかったね、右に上がね。1ラウンドね、冷やしてからやってもよかったかもね。危ない。あと塩風だね。はい。あ、これも4箇所ね。下が問題だね、ほんとね。下は、8箇所とかだとちょっと嫌だよね。いけるかな？危ないなぁ。配信か。冷やそうか。配信行くか。手加減。あー、惜しいね。まだダメだよね。あー、もう大丈夫だったね。左上がね、ちょっともう少し詰められたけど。もう、とてもいいになってました。はい、じゃあ、それでは。できましたから装備してみようと思います。これだね。はい。まあ、エンジェルボーからの比較だからすごい。だよね。はい、はい。足が毒と転び。はい。で、上でね、上が呪いと MP。巻きと幻惑。だから、鎧、なんだっけね、この、何でしたっけ。素材がね、黄金の鎧、
飾りシリーズっていうのかな、飾り兜、鎧と下をね使う装備っていうのが今のところこのさすらいのコートと、羊の衣セットだと思うんですよね。はい、あれ遊び人って羊の衣以外だと何装備できるんでしょうね。あ、見て可愛いよね。さすが、ちょっとこれね、かなり手間がかかります、この、さすらいはね。はい。どういうことですか、これ。羊の衣、遊び人って、何が着れるじゃん。スーパーとね、旅と、魔戦でも、まあそっかね、魔力を作らせないのもいいんでしょうね、聖騎士。あ、聖騎士の鎧着れないのか。オンラインはね、あの、鎧を着れるんですよ、魔法戦士ね。着れないや、またドール着てるもん、これ。あー、ないんだ。ほら。首には。首にはね、例えば羊の衣以外だと、何？かなり下の方だね、これ。ブラウンベストセットだって。何ですかそれ。ちゃんとリンク切れてるよ。うわ、切れてるわ。リンク切れてます。あ、私のじゃないよ。攻略サイトのね。装備出てるこれ。出てるかな。あ、出てないね。まあ、ゲームイートさんでね、最強防具シリーズ。で、4つ出てます。それの中にね、今回のさすらいのコート、あと、求道者、あと、聖騎士、あと、大賢者。この4つになってますね。だから、まあ、羊はね、ちょっと遊び人用にはね、もちろんいいと思うんだけど、あえて、かなりね、素材集めが、今回の、この、なんですか、さすらいは、本当にね、7個も依頼書を読んでね、入力してたから、かなり大変です。うん。まあ、もちろんね、ただ遊び人がね、ほんとね、なんていうのかな、あんまり着る機会が、ないと思うんですよね。オンラインでもほとんどね、使うことないからね。はい。まあ、うん。はい。一応ね、これ、ゴシックも着れるんです。ゴシックはね、もともとね、回復魔力がついてるから、もう回復魔力じゃ関係ないか。まあ、旅だったら関係あるよね。はい。これ今何でしたっけ？何になってる私。これパッと見でわからないよね。何？あ、魔法戦士ね。はい、魔法戦士、火力魔力関係ないよね。攻撃魔力だからね。はい。で、じゃあね、装備してみるよ。バックが出なかったね。ゴシック。まあね、こっちは攻撃魔力がかなり上がるからね。やっぱりさすらいだね。うん。で、弓はね、あ、見て、弓、こんなに攻撃魔力が上がるの。ほら、あ、ちょっと飛ばしちゃった。待って、攻撃魔力、あ、これ杖だった。間違えた。あ、これ上がらないのか。あー、やっぱりじゃあ魔力を考えると、杖が一番いいんだけど、まあ、使いやすさから言ったらね、結構弓だよね。魔法戦士って言うとね。はい。まあ、聖王を作りました。魔法、弓とね。何だったかな？あと、あ、待って、なんか間違えたよね、今ね。間違えてもらっちゃった。はい。これ、杖でした。待ってください。何かね、何作ったかな？道具の装備のところに、最後の方に作ったのが出てる。メテオエッジ。これ、ブーメランはね、聖王よりかは、私はこっちの方が好きです。メテオエッジのね。これもイレブンで結構有名な。あと、体験作ったんだね。ほら。西洋の体験と弓矢作った。ですね。はい。OK です。遊び人はね、ちょっとまた考えます。うん。羊、どうなら、まあ、結局作っちゃうような気がするんだけどね。はい。うん。まあ、そのね、攻略サイト。有名なね、ゲームエイトさんでね。もう、最強って言われてる4つのうちの1個です。まあ他全部持ってます。この求道者もね。ほら、救助が来てるのが求道者。で、裏が来てるのが大賢者。あと、今回の、さすらいとね。
あと、ダストは来てないね。ダスト来てないよ。うん。これ。あれ？そう、聖騎士ね。はい。うん。これが、4強って言われてるね。最強。ゴールです。うん。いいね。かっこいいね。ああ、すごいすごい。すごいね。全部、ほら、西洋で。全部西洋で、うん、最強っていう。あ、これ違うよね。これ違うね。あ、フーラ、フーラの方ね。わ、かっこいい。アクセがまだ全部、中途半端ですけどね。はい。じゃあね、これ、見えないよね。ほんと見えない。残念だよね。見てみて。はい。さすらいの帽子、さすらいのコートセットってのかな？そうだね。はい。作りました。ちょっと話がまたいつものように逸れたけどね。はい。うん。最強です。はい。じゃあ、またです。バイバイ。